鉄道車両を作る仕事。それは未来やワクワクを作ることでもあると川崎は考えます。毎年川崎ワールドで開かれる鉄道模型壮行会もその一つ。このイベントで使われる鉄道模型やジオラマは川崎の鉄道同好会メンバーが持ち込んだもの。喜んでもらえるとやっぱり嬉しくなりますねと彼らは言います。川崎が作っている東北新幹線はやぶさ、この先端の長い形に注目。日本は山が多いからトンネルがたくさんあるよね。この先端の形がトンネルを走る時の音や揺れを防いでくれるから、速いのに静かな乗り心地になるんだよ。知ってた人？はい。お風呂がある電車がいいです。ワープできる電車を作ってほしいです。もっとカラフルで楽しい電車がいいな。もっとスピード出して。おばあちゃん家に早く行きたい。おばあちゃんともっと一緒にいたいもん。速さと快適のその先へ。そこには叶えたい夢とたくさんの笑顔がありました。変わる先へ。川崎重工。